絶好調に OK。 また久しぶりですけど、久々に撮ってみようかな。今日はね、足フットコンディショニングと、お金の話パート2、まあ普通の成功法則を言ってる人たちとはちょっと、違うポヤンヤンとしたような、ね、お金の話ですけど、ちょっと撮ってみようかと思います。でまずは最初に足ね、今の人たち足硬いんですね。足が硬くて、いろんなこう膝腰に障害ね、ちょっとこう影響が来てる人とか、まあ年寄りの人とかも足がねこうあまり動かなくてね、転倒してる、こう、子供たちも足が動かなくて疲労が溜まって新スプリントとかね、なんかいろんな、障害が出てる子が多いので、足でいろいろあるんですよ、いろいろあるんです。細かく言ったらそっとあるんやけど、そういうのを乗せてもみんなできないんでね、誰でもできるような、フットコンディショニングでね、まあ、足がこんな感じですね。こんな色、これね映像で分かりやすいからこんな色なんですよね。で足をね、足の指に手の指をねまず入れます。これが入らない人とかもいるので、でも入れてね、グー握り合います。グー握ってで5秒ぐらい1、2、3、4、5でね反り返して1、2、3、4、5丸めて1、2、3、4、5でこっからね1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK で甲の真ん中へ持ってね1、2、3、4、5、6、7、8、9逆回し、指だけをね1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK でくるぶし持って、くるぶし持って大きく回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9逆回し1、2、3、4、5、6、7、8、9 OK もう一回グー握って1、2、3、4、5 OK OK 優しく差し置いてハハハハハハって笑ってね。わかるかな、なんとなく、あ、わかるわかる、こっちの色がねなんか生きた人の足の色みたいになってますよね。お、わかりやすいな。たったこんくらいするだけで足のね血流が良くなってるんですね。で足の血流が良くなる、心臓から一番遠いねこの足の血流が良くなるっていうことは体全体のね血流が良くなるんですよ。でこれは本当にもう万病一元論ってね、万の病気の元は一つ、これは血流にありで、ね、血液、血流にあり、ごめんなさい、血流っていうか血液ですね、血液の流れ、血液の中の成分、とかね、そういうものの乱れが、いろんな体の中の内臓にしても整形外科的なものにしても障害を出しているので、この血流を良くすると体がね、体調が良くなるんですね。いろんなものが、改善されていくんですね。今はね見た通り、今のやっただけでもそうやって足の色が変わるぐらい血流が良くなるんですよ。でこれを毎日お風呂の中とかお風呂上がりとかでしてあげると、血流がいい時にもっと血流がいいことをやってあげるとすごい体の中が整うので、ぜひぜひやってあげてくださいね。フットコンディショニングすごい簡単ですよ。でぶっちゃけね、もうそれもなんかねできないっていう人はもうね、ほんと足に指入れてね、くるぶし持ってくるぶし持って回すだけでも、毎日ね10回から20回ずつぐらいこうやって回すだけでも、効果あります、ね、そんだけ今の人たちの足って、足の間のこう動きが悪くなってたり、こうグーをね握る動きが悪くなってたり、凝り固まってたりするので、ほぐしてあげ、緩めてあげてください、ほぐしてあげてくださいね、とてもいいですよフットコンディショニングね。僕もこれやってね、すごいいろんなものが改善されたので、ぜひぜひやりましょう。でどうしようかな、こっちで行こうかな、ここで行こうかな、こっちに行こう。お金のお話で、この間まではこの間まではね、なんかお金の流れがね最近良くなりましたよと、だいたい世の中の
成功者とかね、今うまくいってる人たちはもう今現時点なんか大きいお金がね入ってきて、お金大きいお金を流回してるような、話をするから、こういきなりポンってね、裕福な話をして、裕福、今裕福になって、で裕福じゃない時から裕福って豊かっていうことをしてたんですよってね、まず格好から決めてとかね、そういう話になるんやけど、僕は今現在進行形でいいかな、今現在お金の流れが良くなったぐらいですよ。でお金の流れが良くなって、でとにかくお金持ちになったイメージとかね、そういうのがこう湧かないんですよ。なんかすごいセレブ、なんか世の中のその成功してる YouTube ね、カモさんとか見て、そのすごいこう大規模なことを、大きいことをやったりとか、そんなイメージが湧かないんですね。で自分がすごい大金持ちになってるイメージとかも湧かないんですよ。そう言ってるからって言われるとそうなんやけど、ただ増えてるんですよ。でやっぱ一番効果があったのは書く、ね、この精神論やり始めて10年経ってやっとなんか物事を書き出したんですね。どんだけズボラなんかちゅう、ね、そういう決まったことができない、人の言うことが聞けない、決まったことができない、集団行動ができない、人のグループの中に輪に入れない、自分の好きなことがしたい、そういう人間なので、だから本当僕今ね、自分の好きなことを言ってお金をいただくっていう、でその自分の好きなことっていうのが人を健康にしたりね、幸せにしたり、そういうことを言う、自分の言いたい好きなことが本当に人の体をね健康にしたりするような話なんで、まあ、害がないんですね。で本当に運動指導もするし、普通のね人ってやっぱ成功した話したり、そのこのコンディショニング系がないんです。体を、心を整えるとかね、生活その人を成功させるようなこう導きはあるけど、僕みたいにそのコンディショニング、本当体を自分でちょっとね、動かしてコンディショニングもしてメンタルも整えて、まあ、栄養の方まで言ってとかいうことがないんですよ。で僕の講演会とかセミナーとかはそれが全部入ってるんでね、本当に今からの世の中にね必要とされてるものだと自分は自信を持って言ってるんですよ。だから本当に自分の好きなことを言ってお金をいただいてる。で今さっき言ったね、なんかこう書くのはやっぱりね、やっと書くことができだした。で書くとそのアンテナがやっぱ出来出すんですよね。家族旅行をしたいからね、とりあえず10万から15万ぐらい欲しいなって思い出したら、そういうアンテナがやっぱ、できて、そういうアンテナに向かってこうなんかちょっとこう行動するんですよね。で行動してそれが当たるわけじゃないんやけど、そういう行動をしよったらなんか全然思いもよらん方からポンってお金が入ってきたりとか、で、まあ、よくねベンツ乗りなさいって、車ねいいの乗りなさいって言ってたけど、ワクワクしないんですよ。で結果やっぱプリウスが来る。プリウス200万って書いてたら本当にプリウスがね買えるぐらいの、あれ俺これ払えるやんみたいな感じになってて、やっぱ書くっていいですね。でそれもやっぱりね、そのなんていうかな、プリウス200万って書いたらそういう行動をできる、なんか背伸びしてないんですよ、でも自分が現在できることをやってたらやっぱ思いもよる、あれいつの間にかみたいなね。僕はこのパターンでね、行動したからそれが身になってなんかこう着実に結果が出てきたんじゃないんですよ。行動だこうね、いろんなパターンがあると思うんやけど、ああ私もそうそう俺もそうそうみたいな人が見たらこれは共感できるかもしれんけど、きっちり計画立ててそれをこなしていって目標に行ってやった俺っていうパターンの人にはこれは響かん、そんなん行き当たりばったりやんって言うかもしれんし、なんか、まあ、言われるかも分からんけど、俺みたいなああそれは私もそうよね俺もそうよねっていう人は、
見てっていうか、あーってこれ聞いててください。でプリウスね、プリウス言ってたらね、だからもう来週には来るんですよでベンツとかね、クラウンって言っても全然あのワクワクしてんけど、もうプリウスって言ったらねワクワクしたんでね、やっぱワクワクする方をすれば実現するんやなってね、同じ車買うにしても。んでそれが目標達成したんで、じゃあ今度は何しようかな、だからね来年の3月に僕がやってるキックのキックボクシングのその使ってる場所がね使えなくなるんですね、そうある事情でこれがね、どういう、ね、キックボクシングの俺指導しててね、ちょっと今50肩なんですよ。でこれはもうあのミットをね、格闘技ってミット持ったりするんですね。でそういうのでもう古傷も悪化したりなんたりして、ちょっとこっちの方がだからもうこれやめなさいっていうお知らせなんかな、今まで俺は無理をしていろいろ無理ばっかりして体を壊してきたんでね、うん、やめなさいっていう意味なのか、でもね続けて誰かにこれをやってもらいなさいっていう意味なのかちょっとわからんのやけど、うん、場所ね、キックのジムをね、ジムなのかその新しいところの場所をが見つかるのかわからない、来年の3月までそれを目標の中にね、キックボクシングのジムっていうのを書いてみようかな。それに対してのアンテナを、自分の中で今なんかこう紙に書こう、書いてる、書こうと思ってるのは、好きなことを言ってお金をいただく、ね、大事なお金をいただく、そうなってそれはそういうふうになるようやけど、やっぱ明確に書こうかなと思います。でもう一つはキックボクシングのジム、うん、これは書いてみてどうなるんかなってね、もう本当にあの別にできなくてもいいんですよ、俺の中で葛藤がある、もうぶっちゃけこの神田塾っていう格闘技の塾はもう40年ぐらいのね、半世紀近いあの歴史があるんですね。だからこれを俺の代で終わらせてもいいのかっていうのもあるし、でも体的には、もう限界、これ以上続けても体が向上することはないんですね、壊れていくことはあっても。だからやめなさいっていう意味なのかどうかわからんけど、まだ試合にも出たい、練習生もまあ一応いるっていう現状の中でまだやった方がいいのか、ただこの場所が使えなくなるとかね、いろんな自分の中では葛藤があるんやけど、この先にでこれをなんかね、良いものに改善したら絶対先にいいことが起きるんですよね、それだけは明確に分かるので、とりあえずジムをキックボクシングのジムをね、キックボクシングをやれる場所ジムをね探すって言った方がいいかな、やってくるって言った方がいいかな、でもキックボクシング、なんか明確になんかなんかキックボクシングジムを作るやな、うん、キックボクシングジムを作るで行ってみようかなよし13分ぐらいな、そんな感じで、あとね年収500万とかいうのも書いてたのがいつの間にかね、去年考えたらそんくらいぐらい入ってるんですよ、うん、だけ、うん、今年はとりあえず800万って書いてるんですよね。で今は言ってないけど、だけ来年の3月ぐらい終わるぐらいになってね、1年のトータルの収入考えたらそんぐらいぐらいになってたら面白いなとか思ってね、まああとは講演会100回をとりあえずクリアしよう、今70何回目かな。でそうやって書くっていう習慣が全くなかったけど、書いてたらとにかく僕の前ね、あらいつの間にかってこのパターンなんですよね、なのでいつの間にか成功してる、成功法則の話ができてよかったね。はい、ほうほうはは、ほうほうはは、イエーイ、はい、いいだ、いいだ、イエーイ、よっしゃ。いや本当ですね。これなんかね、あのまだ皆さんね成功してて、すごい人たちの YouTube っていい勢いがあるしね、
ちゃんとなんか明確に伝わってくるけ、俺の言ってるのってなんかちょっとぽやんやんとしてるかもしれないんですけど、でもとりあえずずっとこれで、ね、体だってそうですからね、もうダメって言われて動かなかったような体もいつの間にか、あら、改善してますもんねですということで、何言うかな、今日はみゆちゃんがね、いろいろ相撲大会、孫のね、みゆちゃんが相撲大会をね、本当ね、うちの孫すごいんですよ、週にね5回かけっこ教室、体操教室、俺のジャンプ教室、ダンス、エアロってね、ここも運動系の習い事をしてるのに、今日の相撲大会は、割り相撲もね、3人抜きも見事に1回戦で負けましたで、運動会の時はね、そんだけ運動系のことしてるけどね、ドンですでもね、本当にね楽しんでやってる、もうね、物事を楽しむ天才だと思う、うちのみゆちゃんはね。だからいつも楽しいって言ったら、楽しいって言うけ、楽しいが一番いいよって。もう今からの世の中、この何があっても楽しめる、このなんていう、たくましいね、本当にすごい魂だと思いますよ。できてないのにでも楽しいんですよ素晴らしい。あ、だから楽しいって、今日10回を楽しい10回言います。はい、楽しい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 、今から楽しいおしゃべり会に行ってきます、ね、楽しんでこよう。ということで、楽しい笑顔でに、せーの、いいね、わら、にゃー、プチッ。